えー『進撃の巨人』ね。 多分若い読者にとっては、これって思想書になってると思うんだ。例えば、今のね、40代ぐらいのおじさんにとっては、銀河英雄伝説っていうさ、小説があって、それがね、社会を考えるとか民主主義を考える時の基本ツールになってるっていう部分がある。で、今の大体20代後半から30代半ばぐらいの週刊スパとか読んでた人にとっては、ゴーマンジズム宣言っていう漫画が思想的な根拠になってるのがある。どの時代にも思想っていうのはさ、なんかあの、思想書によってもたらされることは滅多にないんだよね。そうじゃない なくて、その時に流行っている大衆文化っていうのをベースにして、みんな思想を組み立てたりするから、例えばある時は沈黙の艦隊でまあ、日本の防衛を考え、そっから先民主主義とは何かって考える人がいたしまあ、さっきも話した通り、銀河流伝説で民主主義を考えるおじさんっていうのも多いとで進撃の巨人はね。その組織論とか人生論とか生きがいとかがかなり深くてまあ、その読者の予想の2段ぐらい先までが提示されてるんだ。